築地市場の移転延期を決めてから10ヶ月、今週火曜小池知事が臨時の会見を開き、豊洲に移転した上で5年後をめどに築地を再開発し、食のテーマパークとする案を表明しました。そして今言及ありましたけれども、都議選は昨日告示されました。42の選挙区127の定員に対し259人が立候補、来月2日の投票日に向けて9日間の選挙戦へ突入しております。ボンソは勇気があるよな。 何もあえてこの話題を選ばなくていいのにさ、第2項目にこの話題を上げてくるということは俺がいらんことを言う可能性があるわけだろ。あの予防線はいろいろ貼っときます。それであの放送法第4条に、ね、政治的に公平であることとか書いてあるわけですよ、はい、基本的には、公職選挙法という法律では、はい、基本的にマスコミでもやっちゃいけないことって、まあ、ほとんど制約ないんだよね、何でもやっていいんだよ、ね、基本は何でもやっていい、はい、いくつかダメなのは、まあ、代表的なところで言うと、人気投票の禁止っていうのがダメなんですよ、はい、だけど人気投票の禁止がダメで、世論調査の公表はいいのかって話、これは実は判例があってですね、統計学的手法にのっとったちゃんとした世論調査は人気投票ではないと、だから例えばここでテレゴングシステムみたいなやつがあるじゃないですか、はい、皆さんここでテレゴングで皆さん、すぐ、ね、電話かけてくださいね、何党に入れますかって言った瞬間に公職選挙法違反だこれ、はい、そうですね、これ偉いことになるわけですよ。はい、大変だと思います。世論調査とどこが違うんだって気もしなくもないんだけど、一応判例上そうなってます、っていうようなことをこの業界でこの商売やってると徹底的に叩き込まれて、はい、選挙期間中にやっていいことやっていけないことがもう山のように積もってきて、で私はこの商売30何年やってますけど、年々厳しくなる。あ、昔はもうちょっと余裕があったのに、はい、今どんなゴミ政党だってほらほら一応政党要件満たして政党と名前がついてると討論の時に、はい、こんなもん国会議員1人か2人しかいないような、なんでこいつ呼ばなきゃいけないんだと内心思うんだけど呼ばないとその小さい政党こそ文句言ってくんだよ、というようなことがあるので、はい、公平性に配慮して日本放送の方針として、はい、一応主要何回派ですか。1,2,3,4,5,6,7,8 回派、主要8回派、はい、主要8回派の今回の都議会議員の、選挙に望むというか望むでいいんだな、はい、望む基本公約をほぼ同じ字数でまとめたものをここで飯田君が読むことによって公平性を担保する、はい、でそれを公平性を一遍担保しておくと、あと多少のこと言っても大丈夫と、そういうことになってます。飯田君、はい、豊洲移転問題に対する各政党のスタンスですが、まず自民党は豊洲への早期移転を実現すべき、公明党は科学的な安全対策をして豊洲へ移転すべき、民進党は都民の理解を得た上で豊洲へ移転すべき、共産党は豊洲への移転を中止し築地を再整備すべき、都民ファーストの会は築地のブランド力を守り豊洲を物流拠点として活用する、生活者ネットワークは十分な汚染対策がないままの豊洲移転に反対、日本維新の会は豊洲安全宣言で移転決断すべき、社民党は豊洲移転は中止し築地を再整備すべきと、以上各党の豊洲移転問題に対するスタンスでありました。ご苦労様です、はい、以上終わり、これで終わり。まあ、いらんこと言って怒られたくないし、ね、これ主要な論点であるので、はっきりと俺東京都民じゃねえし、まあ、そこでその豊洲と築地両立が可能なのかというあたり、もちろんどっちか一つっていうふうに明快に言っている政党も今ご紹介した通りあるわけですけれども、うん、その中で、まあ、ある意味知事小池さんのお膝元でもある都民ファーストの会は豊洲築地両方を、まあ、やると、今見出しにもありました、築地は守る豊洲を生かす、こういう時にね、はい、なんか言ってるようなふりをして一応言葉は重ねてるんだけど、実際文字に起こしてみた時に実は何も言っていないっていう、ここがねキャスターの腕の見せ所なんです。やめてください。だから言葉は多い、延々喋ってるだけど文字に起こすと何も言ってねえじゃんこれって、これもテレビのコメンテーターの極意で、なんかすごい勢いで偉そうに言ってて、あ、なんか堂々としたこと言ってんなって聞く、なるほどって思うんだけど、喋ってることを文字に起こしてみたら何も言ってねえじゃんって、この犯人についてどういうふうに分析されますか。そうですね、まあ、おそらくね、加害者はね男性ないしは女性ですみたいな、当たり前じゃないかっていう、そうなんかボソボソって言われるとそうかなと、その場の雰囲気ではね、そうなんですよ本当に商売上がったりみたいなこと言わないで、以上終わり、あれ